に、こちらに手を合わせて、はい、神話宗ですよね。あ、そうです。これ逆じゃないですか。空海和尚がこっちですよ。あ、そうなんですか。あ、逆なんですか。逆。あ、そうなんですね。位牌があるじゃないですか。はい。はい、ここって一人一個なんですよ、位牌って、はい、ただ夫婦であれば一緒に掘ってもいいんですよ、はい、同じやつに夫婦であれば、はい、っていうことは二人までお位牌は。ああ、そうなんですね。いいですか。はい、これなんていうのは。最初の奥さんですね。で、亡くなって、うんうん、あの最高っていうのはあの、うん、再婚してっていう形になります。これは位牌を要は三角関係になってるんです、あの世で。はい、男性の取り合いをしてるっていうのなんですよ。はい、というと位牌はどういうふうにお作りしたら無難に、はい、一個一個一個、はい、一人一人一人に作っていただいた方がいいです。あ、わかりました。先祖供養って言ってますけど、これは先祖供養ではなく、はい、こっちの先祖供養したふりみたいなものなんですよ。いけないことです。はい、何枚も入れられるやつがありまして、はい、50年経ったら燃やします。じゃないと守護霊になれないらしいんですよ。守護霊になれないってことは子孫繁栄とか子供ができにくいとかっていうことです。これ大正なので明治2年50年経ってますよね。50年経ってる、50年経ってる。祖父ですね。2つ作んない2つ作ってダメ。大正10年燃やす、15年燃やす、5年燃やす、うん、燃や、全部燃やします。あ、はい、すごいこれごと燃やしちゃっていいですよ。では、はい、先祖次に偉い、はい、一番偉いじゃん。1,2,3,4と置きます、はい、さっきここ並んでたじゃないですか、はい、さんが言ってたのが、はい、なんで私の方が位がなんとかって言ってたんですよ。はい、これで分かりました。位のことを気にしてて教えてくれたのが、はい、おばあちゃんはお経をあげたりはしてたんですか。あ、そうですね、はい。なおさらそういった方だったらちゃんと知識もついてますし、やってあげないと罰当たりますよ。わかりました。あ、どっか紙燃やせる場所ってあります。紙を燃やせる場所、あ、悪い作用を僕が取っちゃって燃やさせていただきます、はい、悪いものって言ったら変ですけど、はい、人のすごい亡くなった人も念って飛ばすんですよ。その念を拭いてあげて燃やすと、はい、念が強いと髪って赤く燃えるじゃないですか、はい、少し青っぽくなって燃えるんですよ。それをお見せしたいなと思ったんですけど、はい、まず準備しますね、はい、の前にその髪棚、はい、逆です。逆、はい、じゃあ一つの部屋に髪棚と仏壇を置くんだったら、はい、対にする髪棚を本来こちらで仏壇を、はい、あ、こちらですか。右、テレビの。あ、こちらですか。そうそうそう。あ、髪棚を動かさないと全部が逆転してますよね。そうですね、先ほどのお墓もそうですし、そういえば髪棚の位置が
悪いと、いろんなたたりがあるってことですか。たたりというよりも、はい、一番は子孫繁栄とか、結婚できない、なぜか付き合う人付き合う人不幸な人が多いとか、はい、ないですか。っていう風になってしまって、男性との縁、例えばここに女性が、はい、男性が住んでいたら女性との縁が取れない方が多いんですよ。はい。だから神棚もできればもう早めに業者を呼んで、はい、これを燃やす前に、はい、やはりこすりますよ。はい、やってみます。歯と、上の歯と下の歯をでつけてから息を3回ここに吹きかけて、はい、どういう持ち方でもいいので、なるべく位牌1個吹いたり、はい、吹くようにしてください。はい、と立ててカチッとやって、で息をここに3回で、これやりましょうか。全部できるだけこす、はい、ここですか。はい、全体で。はい、燃やしましょうか。はい、了解します。その割り物を打つと、その青っぽくなったり、勢いが本当に弱くなるんですよ。出します。ここでは、はい、ビニール袋に入れて密封して捨ててもらっていいですか。はい、たくさんありまして、はい、まず神棚と仏壇とお墓、はい、と池、はい、と井戸、はい、とお家の正面から見て左側に水が流れるように作ってしまってるんです。南の方に向けてしまってるので余計悪い作用、その腎臓とか水関係のものでなくなりやすいとかっていうのは出てくるんですよ。はい、それを防ぐために池はどうするかというと、これ何もあえて書いてないんですよ。これを池に投げ込んでください。1日と15日あ、はい、で決して拾わないでください。これに関してはあ、わかりました。一切、浮かせたままにしておく。はい、あとは お兄さんの病状が悪い時、先ほどカチッてやって息3回吹きかけたじゃないですか、はい、これ水に溶けるものなんですよ。はい、で水に溶かす、お兄さんその腎臓関係もあるじゃないですか、はい、なのであえて水を使いたいなと思ってまして、はい、体調悪い時全体をこすって、はい、息に流してください。息に置いちゃっていいです。わかりました。こちらはあの先ほどみたいに息を吹きかけなくて、お兄さんが息を吹きかけてやる、息を3回、うん、でお兄さんに息を吹きかけてもらったら、はい、すぐビニール袋に入れて密封する、はいはい、で密封した状態ですぐ開けてすぐあの池の方に投げる。あ、うん、はい、でやってみてください。密封するっていうのは何か意味がある？悪いものを閉じ込めておくっていうんです。あ、で悪いものを閉じ込めたまま持ってきて池に汚れその悪いものを、はい、落とすって意味になります、はい、でその池を今度正常化するためのこちら、はい、いろんな薬草につけておいたりとか、僕が日頃この祝詞とあげたりしてるものなので、はい、あ、1日と15日、はい、ご利益はあると思います。こちらは具合の悪い時だけ、はい、はい、もし足りないようであれば、は
うちの室に連絡していただければ、はい、送りますので言ってください、はい、ありがとうございます。あとはお稲荷さんの中身を出して、はい、できればお家の中に飾り祭りましょうか。弁天様は、はい、お家の中に安置して福を得るものなので、はい、今外に置きっぱなしの状態だと具合悪い方がいるので、はい、余計体調も悪くなったら大変なので、はい、体調良くなるまではここでもいいので、はい、置いてもらっていいですか。あ、分かりました。仮になんか余計体調が悪いっていう時には戻していただいても構わないです、はい、ただ心配ないと思います。家に置いといた方が、はい、分かりました。でなおさら仏壇の近くに置いといた方が、はい、よりご利益も出ると思いますし、はい、でそれからお稲荷さんはできれば移動させてください、はい、北西に持って行って池の方に向かせる。池の方で移動を、はい、持ってもらうようにしましょうか。はい、これはダメ、はい、そんなにあれダメなものですか。ダメですよ。と50年って言ったじゃないですか。お墓でしたっけ、移動したのが。そうですね、50年で人は生まれ変わるっていうふうに仏教では言うんですよ。で50年で生まれ変わるのに生まれ変われない人がいる、はい、っていうことなんですよ。よくないことですね、うん、っていうふうにつながっていくんですよ。じゃあ供養されさしてるつもりでも、うん、成仏されてない、うん、なので僕はあんまり今日話せる人がいなくて、はい、唯一話せた人がアキさんだけなんですよ。そうなんです。失礼ですか、とは腐敗してます。ああ祖父のうん、は今日見てないです。あ、はい、そうなんですね。あ、方がたくさんいるってことはご飯もらってないんだなってこれでわかります。あ、多分おそらくさんは他の方からご飯をもらってるのかなと。誰かあげてる人がいるかもしれないです、うん、唯一姿見えて話せた方なんで。はい、ご飯毎朝3つ、うん、出してあの白いご飯とか、うん、あと時々ちょっと味を変えて出したりしてるんですけど、それだけじゃもっとなんでしょうね。腐敗してる方がこんなにいるってことはやっぱりちゃんともらってない。あとは置き方が間違ってたので食べる順番も、はい、例えばやったら話が変わりますけど、はい、相撲部屋に行くとまず親方とか偉い方が食べていくじゃないですか、はい、と一緒の食べ方なんですよ仏壇も。あ、先祖が食べて次に仏壇が食べてっていう状態ですよね、はい、だってここ3人は喧嘩してる状態なんで多分食べさせないと思います。あ、そういうことか。中で揉めてたってことですか。揉めてしまってるので誰か気づいて、で男三角関係なので、そうすると男に悪いことが起きやすいんですよ。ああ、そういうことか。もしお位牌を、うん、3名作っていただいたら順番に並べて、うん、一番右は男性。あ、男性なので真ん中が最初の奥様。でその次にひいおばあちゃん。そう、はい、分かりました。ってやると順番通り食べていけるので、なので男性が食べれない衰弱しちゃうっていう理由だと思います。食べさせてもらえないとかってあるんですか。ありますよ。ああ、そうなんですね、うん、なので一人でたくさん食べてたんでしょうね、そうすると。男性が食べれなくなってしまうので、はい、とばっちり受けたおじいちゃんももしかしたら食べれてない可能性もあるかもしれないです。あ、よかったです、今日一人だけでも話せる方いて。あ、だいぶ罰当たりというか罰当たりというかそれは知らないので仕方ないといえば仕方ないことなので、いやでもちゃんと自分たちがお腹が空いてご飯を食べるみたいに、うん、やっぱりさっきのお墓もそうですけど、うん、
ちゃんと息をしてお腹も空いてお水も飲みたいっていう気持ちがやっぱりなくなってからもあるんだなっていうの。もちろんですよ。そうするとなくなっても空気を吸ってる状態なので、今酸素が足りない状態っていうことは、ずっと誰かしら空気吸えない、なんか痛いとかっていう方が現れるんです。一個一個すべて丁寧にやっていかないといけませんので。あ、わかりました。時間かかるかもしれませんけど、はい、直していきましょう、はい、あと井戸があったところ、はい、僕がそこに井戸があったっていうところは、はい、スーパーで売ってる小豆を巻いてください。バラバラバラって。はい、わかりました。でその後だいたいこの辺りっていうとこ刺した、僕言ったじゃないですか、2箇所、はい、に刺してもらっていいですか。あ、わかりました。土に、はい、ズボって、はい、ここが2箇所の池、はい、2箇所の井戸だったら16本あると思うんで、はい、だいたい均等に1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12でもいいですし、はい、で刺しっぱなしにしておいてください。小豆を巻いて、はい、あの左右どちらでもいいです、はい、でその巻いてから刺す、はい、先生、じゃ閉じられちゃった井戸ったら良くないんですか。息ができないっていうふうに見ていくので、で池もあったって言ったじゃないですか、はい、池を埋めるのも本当に怖いことで、はい、井戸も今はこれが一番いい対処なのかなと思って、いろんな対処方法がもちろんあるんですけど、はい、お墓関係、仏壇関係を見ていくと一番、うん、似合った対処方法になります。はい、こちらは一度刺したらもうそのまま刺しっぱなし、はい、何かの拍子で抜けたら処分しても構わないです。あ、わかりました、はい、先生、さっき石が並んでるところ取れって言ったのあれは何なんですか。あれは水の流れが南の方にまた向かっちゃってるじゃないですか、はい、その作用が強くなってしまうと、お家玄関にこう背を向けた状態だと今度右側やられる方が多いんですよ。右側、うん、はい、例えば右手右足が痛いとか、あ、私、うん、右側ばかり気がしてます、っていうふうに なってしまうので、それを今度止める方法が必要でして、はい、一番はその水の流れを止めることがいいんですけど、できないじゃないですか、はい、清め杉なんですけど、はい、杉、晴れの日にきれいに掃除して、はい、この粉を全体的につけて、でそれから台所の水で流してもらっていいですか。あ、わかりました。やることいっぱいありますね、はい、複合的な原因だったんですね。全てが集まってし全てが合わさってしまったってことですか。そうですね、その、まあこう言ったら変ですけど異形でしょうね、最初の原因は。で、だんだんその最初は綺麗にしているうちはまだ作用ってそれほど出ないんですけど、だんだん濁ったり汚れてくると本当に住んでる人に悪い影響を与えるんですよ。なので、鯉いるんですかってこう聞かせていただいたんですよ。やり方分かんなくなったら電話ください、はい、あ、分かりました。難しいと思うんで、これ一応解決ということですか。解決になります。あとはお兄さんのご病気が少しでも回復できるように思ってますので、はい、もうできることは僕もやりますので、何か困ったことあったらいつでも連絡ください、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。すみません、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。共鳴塾大人気のコース、極意仮想風水の第2期生の開講が決まりました。仮想とは築年数、建物に入る正確な方角、玄関に入る正確な方角から計算していきます。風水はもともとお墓を建てる際に流血左水というものを見つけ出し、その上にお墓を建てることを意味します。陰卓風水はお墓、陽卓風水は家を見ますので、家とお墓両方計算できるようになります。そこから山と水に分けて、この部屋は仕事勉強恋愛運が良い、個
この部屋は健康運に良い、さらに良くするにはこうすると良いなど鑑定が可能となります。悪い部屋の場合はその対処方法もございます。本講座は鑑定士として活躍したい方も本当におすすめとなります。先着順での対応となりますので、ぜひこの機会にご検討くださいませ。橋本京明と一緒に勉強していきましょう。よろしくお願いします。霊供養2発売されました。こちらの本は先祖供養の仕方も書いてあります。どう先祖供養すればいいのか、誰をすればいいのか、そういった方法も書いてあります。また霊に取り憑かれない方法、取り憑かれた場合の対処方法なども書いてあります。ぜひ皆様お手に取ってご覧ください。よろしくお願いいたします。僕のお弟子さん上門美穂の YouTube チャンネルが始まりました。晴海健吾、関幸縄ともども橋本京明もよろしくお願いいたします。